高松です。12床というのはですね、元来あまり比較的病変の少ないところだと言われてましたし、それから12床にスコープを入れると患者さんが苦しがるということで、胃とか食道に比べると観察が少しおざなりになる傾向があったんですけど、今回はその12床の病変に、特に腫瘍性病変に対してですね、焦点を当てまして、特集を組みました。でまず除雪ですけれども、除雪は吉野先生に書いていただきましたけども、12床の発生や解剖の解説とともに12床の腫瘍性病変の概要が述べられています。また過去の12床病変の特集に掲載された論文が多数引用されております。次お願いします。田辺論文は病理の立場から12床の選手とがんの臨床病理学的特徴と診断基準が詳細に記載されています。特に12床選手を組織発生や粘液形質から4つに分類している点が非常に興味深いと思います。次お願いします。服部論文ですけれども、服部論文は同じく病理の立場から12床の選手やがんの発生母子となる腫瘍様病変について症例を提示しながら分かりやすく解説していただいております。次お願いします。稲槌論文ですけれども、稲槌論文は内視鏡の立場から12床の選手と早期がんの事件例19例について発見頻度、発生部位、通常内視鏡観察および NBI 併用拡大内視鏡観察の特徴についてまとめていらっしゃいます。通常観察では重毛の白色化や腺腫やがんの発見に、発色化が腺腫やがんの発見に有用であるというふうに述べています。で NBI 拡大観察では表面微細構造や、微小血管構造について詳細に検討されています。またその治療法についても言及しておられます。次お願いします。高橋論文ですが、高橋論文は、臨床医の立場からブルンナー腺由来の腺腫やがんの特徴について症例を提示しながら解説していらっしゃいます。特にブルンナー腺由来の十二指腸がんは肝を伴う粘膜下腫瘍様の形態と、超音波、内視鏡像の特徴によって、それ以外の十二指腸がんと鑑別ができるということを強調していらっしゃいます。次お願いします。浅見論文は外科医の立場から12床カルチノイドの事件例21例の検討と文献的考察により、その治療方針について一定の見解を示していらっしゃいます。次お願いします。これは私の論文ですけれども、赤松論文は臨床医の立場から12床リンパ腫の臨床診断と治療について、老化性リンパ腫、マルトリンパ腫、アグレスリンフォーマに分け事件例を提示しながら解説しています。次お願いします。森川論文は臨床医の立場から12床に発生する主な粘膜下腫瘍について解説しています。特に粘膜下腫瘍の診断には超音波内視鏡や超音波内視鏡か腺子吸引細胞診が有用であることを強調しています。次お願いします。小林論文は臨床医の立場から12床腫瘍性病変との鑑別が問題となる非腫瘍性病変について詳細に解説しています。特に異所性水とカルチノイドの鑑別が必要でボーリング生検や超音波内視鏡が診断の一助になることを述べています。またアミロイドイスのような微慢性疾患はリンパ系腫瘍や感染症との鑑別が問題になるというふうに述べられています。次お願いします。小野論文は内視鏡の立場から十二指腸の腺腫やがんに対する EMR と ESD の現状と問題点について多施設のアンケート調査に行った結果を中心に報告しています。十二指腸における内視鏡的治療は先行や緊急手術になる例が多く、特に ESD での具合症が多かったことを述べていらっしゃいます。次お願いします。高田論文は外科医の立場から十二指腸の腫瘍性病変に対する安全かつ低侵襲の治療法として腹腔鏡下手術と ESD を組み合わせた腹腔鏡補助下十二指腸前層切除術について紹介しています。現状では適用や限界はあるものの、新しい工夫として注目したいと思います。次お願いします。中島論文は、初代症例として比較的まれな、ガングリオサイティックパラガングリオマの一例を報告しています。超音波内視鏡所見が診断に有用で、有形性に発育した病変は内視鏡的切除が可能というふうに述べていらっしゃいます。いずれも力作で順次腫瘍性病変の診断のポイントがと治療方針について、読者の理解が高まると思いますので出口のところで販売されておりますので、ぜひ
ご購読いただきたいと思います。以上です。どうもありがとうございました。